マクスウェル様、まさか生きておられたとは。とにかくよくそご無事でいてくださいました。ヒューエットこそこれまでよくやってくれました。私がいない間、ロラン様にとってあなたは何よりの支えになったことでしょう。そんな、私などマクスウェル様に比べればまだまだです。それにしてもマクスウェル様の素顔をようやく拝見できました。ぶしつけながらお尋ねしたいのですが、これまでは何故仮面をつけていらしたのですか？仮面をつけていた理由ですか？これは誰にも話したことはないのですが、かつて私はグリンブルク王家の剣術指南役でした。もちろん当時は素顔のままです。剣術？グリンブルクの創世と呼ばれたあなたが？はい、私は腕を買われてグリンブルク貴族による美術品密売の調査を命じられたのです。若かった私はそんな任務などたやすいと思っていた。しかし結果は苦いものとなりました。取引の現場を抑えて貴族たちを捕らえたものの、何人かは取り逃がしてしまったのです。そして逃げ延びた貴族は恨みを募らせ、将来を約束し合った私の恋人を殺しました。そんな。後にその貴族は捕らえましたが、失われた命が戻るはずもない。あの時一人も逃がさなければ。マクスウェル様、どうかそのようにご自分を責めないでください。いえ、すべては私のうぬぼれと未熟さが招いたことです。二度と大切な人を巻き込みたくない、そう考えた私はそれまでの自分を捨てようと決めました。だから剣術指南役をやめて素性を仮面で隠し、武器も槍に持ち替えたのです。別人として再びグリンブルク最強の創世にまで上り詰めたというわけですか？お許しください、マクスウェル様。興味本位に聞いてはならぬことを聞いてしまいました。私が話したかったのですよ。ヒューエットなら分かってくれる気がしましてね。しかし死の淵から戻り、苦難の道を諦めずに進むウォルホート家を知って、思い違いに気づいたのです。本当に必要なのは過去と素顔を仮面で隠すことなどではなく、二度と大切な人を失いはしない、絶対に自分の力で守り抜く、そういう己が弱さと向き合い超える覚悟だったのだと。お覚悟よくわかりました。あなたは以前よりずっと強くなって戻られたのですね。覚悟は決めました。もう仮面は必要ありません。